ごめんなさい。私がシモンズの嘘を見抜けなかったせいでこんなことに。全部私のせいよ。違う。命令に従っただけだろ。お前は間違っちゃいない。ワクチンを作って世界を救おうとしてた。何がどうなった？あ、やっぱり武器を取られてる。あった、俺たちのだ。どうやって行く？オッケー。頑張れ。どうも。そいつでドア壊して戻ってこい。早く行こうぜ。やるじゃねえか。見直した。準備中につき電力を遮断。エレベーターを使うには予備バッテリーを起動してください。予備バッテリー？どこにあんだ？探すしかないわね。了解。第一予備バッテリー起動。電力 25% 供給。第一って一つじゃねえのか。面倒だけどここから行くしかねえか。ここ以外に道はないの？仕方ないか。あと半分だ。ついてきな。了解。
ッテリー起動。電力 75% 供給。少しね。ついてきな。都合が悪いの。シェリー来い。
無事でよかった。あなたたちが助けてくれたの。さすがは正義の味方だな。親父に似てるな。どうしてここが。ちょっと待った。知ってるのか。ああ、知ってた。俺が殺したんだ。お前が。ああそうだ。隊長、飼い犬には首輪つけとけ。俺と彼の問題だ。撃ちたかったら撃っていい。当然の権利だ。ただし君は絶対に生き延びろ。生きて世界を救え。どの面下げて俺に命令してんだ。やめて。今すぐ銃を下ろせ。一つ聞く。殺したのは上の命令か、あんたの意志か。両方だ。3秒以内に下ろさないと頭をぶち抜くぞ。銃を下ろして。早く下ろせ。今はこんなことしてる場合じゃねえからな、あんたも俺も。逃げないと。ジェイク。分かってる。目を覚ましたら見ての通りだ。やばそうだ。ここを出て HQ に知らせないと。手伝って。こっちだ。言っとくがな、話はまだ終わっちゃいねえぞ。聞きたいことが山ほどあんだよ。生きて出られたらいくらでも答えてやる。聞いて後悔するなよ。うるせえな。俺と親父は違うんだ。親父は負けたんだろうが、俺はそう簡単にはいかねえ。覚えとくよ。君の相方危なっかしいな。苦労するだろう。私の体調も大変だけどな。でも私は彼を信じてる。すぐ行くね。
に行け。俺たちに任せろ。行こう。待って、お前にはやるべき仕事があるだろ。たった二人で倒せる相手じゃないわ。あっちへはもう戻れねえよ。殺されるかもしれない。あいつらが選んだことだ。てめえの信念かけて戦ってる奴ら邪魔できねえだろ。ジェイク、お前の言った通りだ。俺は親父とは違う。何が何でもそれを証明してやる。ここを抜け出して世界を救うぞ。そうね、行きましょう。